何こいつ。はい、どうもさん、こんにちは、のぼるです。今日もダンボール戦記ウォーズやっていくんですけども、前回は、乙姫たちを救出した回だったか。そうだね。乙姫たちが、なんか、しくじっちゃって、敵陣地の中で3日間、足止めを食らってるっていう状況の中、そこに助けに行って、なんとか乙姫たちを救い出したっていうところで終わってました。で、パーティーが増えまして、これからはちょっと招待戦っていうものになっていくらしく、今僕はマサラの第1、第2、第3招待を、従えてるような状態になっております。まあ、従えてるって言っても、操作するのは、俺だけど、まあ、各リーダーは、まあ、影虎、銀次郎、乙姫っていう感じになっておりますね。で、まあ、俺もあくまでね、第1招待のメンバーの一人っていうことにはなってるんですけども、まあ、今日からはまた、敵の陣地を侵略して、領地を増やしていくっていうパートになるみたいなんで、まあ、どんどん、おそらくアラビスタ同盟軍かなの陣地を攻め落としていこうかなと思っております。じゃあもう早速、ウォータイム出撃しちゃおうか。いや、俺の話ももう、他の国でだいぶ噂になってたみたいだからね。で、あ、北側がロック解除されたのか。なるほど。サディアナ草原への進行を許可する。おお、そんだけすごい淡白な説明をされたけど、じゃあここに行けっていうことなのかな。ちなみにここはどういう情報なんだろうか。敵の弱点をつけない場合も直接対決へ持ち込むことで勝機が見えるはずだ。そうだね。なんか敵の弱点を教えてくれたりしてたのにな、いつもは。まあ、そしたらもうサディアナ草原にいきなり行っちゃおうか。あ、そっか、第1、第2、第3招待を従えてるから。あー、なるほどね。てか、こいつらの LBX も変えた方がいいんだろうな。てか、そうだ、それで思い出したわ。確か俺、誰だったっけ、スズネの武器を変えてなかったはずだから、スズネの武器変えよう。確かスズネがね、そう、鋼鉄鋼になっちゃってるから、ナックルに変えよう。武器でもともと使ってたから、多分ナックル系の武器とかを使うタイプの人なんだろうから、一旦ね、まあ、こっちの、ビクトリーエッジこれ使っていこうか。で、なんなら余った鋼鉄鋼を別のキャラクターに移すみたいなことをした方がいいんだろうな。多分乙姫の武器はどうなってる、これ。多分初期武器みたいな感じだからそんな強くないと思うんだよな。スパイクランス、ああそうだね、120、あでも120なら鋼鉄鋼と一緒か。どっちがいいかな、寒か消かっていう違いではあるけども、悩ましいね。まあ一旦このままでいいか。鋼鉄コンと火力一緒なんであれば、まあ元から使ってる武器にしておこう。よし、それじゃあ出撃するか。てか、残り第4、第5招待まで見えてるってことは、マサラにも多分第5招待まであるってことなのかな。だとすると、まだ知らないパーティーがどっかにあるのかな。それもしあるんだったらめちゃくちゃ気になるところではあるけども、今回は敵招待の全滅で、南側にしか敵がいないのか。なるほどね。で、まあ今回から招待戦っぽいから、結構バラバラに動いても大丈夫だと思うんだよ。だから多分一番弱いだろう乙姫たちを一番左に回しといて、まあまずはアイテム回収に行きたいけど、何、なんかいるけど。すずね、あまり突出するな。どこに敵が潜んでいるかわからない。なんか北側怪しかったもんね。大丈夫だよ、今のところ何反応もな。ジャミングされてるっぽいか。どうした、タケル。通信の調子が変。これって、あ、前方所属不明機。何それ、急だな。え、何こいつ。え、は、何こいつ。なんかパッケージのやつっぽかったけどね。え、ジェドックの機体なんじゃないのあれって。え、これは素手でジラントを刺した。なんだ、俺様のバトルを邪魔しようってのか、この野郎。待て、まだ来る、まだ来る。あいつ一機だけじゃないのか。は、え、全部ぶっちのめしてんだけど、あいつ。何これ、所属不明機。アラビスタ軍全機ロストを確認。は、強すぎじゃね。
ちょっと待て、撤退した方が良くないか。あいつらこっちにも撃ってきよったで。ジン様、私たちどうすれば。仕方がない、応戦する。全機所属不明機を撃破しろ。マジか。え、急すぎないってかこれ。え、待って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 、はこれは割とやばそうだな。まとまって動いた方がいい感じがするよね。一旦東側から詰めていこうか。アイテム回収しつつ、こいつら、何なんだろうな、この敵部隊。キャリパー、このキャリパーをやっていこうか、一旦ね。ちょっと待って、そこアイテム何回収した、今。何回収したか見てなかった。まあいいや。戦い挑んでいこう、どんどん。で、これは、自分、第一招待は多分、ほっといても勝てるだろうから、第二招待とかをアクションバトルしてった方がいいと思うんだよな。これ、勝てるのかな？めちゃくちゃ不安だけど、一旦 BA カード使う？これどこの舞台？うわ、ハンマーだ。うわ、久々だな、ハンマー使うの。ちょっと待て、何こいつら、何こいつら、何こいつら、テンション切れしてるわ、バカだこいつ。全然、おお、強っ、銀次郎超強いじゃん。ちょっと待って、あ、テンション切れちゃった、あまりにもテンション上がりすぎてテンションが切れてしまった。ちょっと待って、これ銀次郎クソ強くね？最強じゃん、無敵だ。これあれだな、こいつら小属性に弱いから結構銀次郎が刺さる。でここは一旦乙姫と、第一招待で倒していきつつ、銀次郎どうしようか。これ銀次郎たちの部隊を割 と、前線として扱っていった方が良さそうな気がするんだよね。だからここも交戦開始してるけど、え、なんでアクションバトル、あ、 OK できる。でここもアクションバトル仕掛けてって、相手はまた同じやつだよね。 OK、 これ BA カード一旦保留しようか。でどうするか、ここ銀次郎でこのまま突っ込んで、キャリパー、ちょっと待って、そいつちょっと味方の方行っちゃってるけど、こいつが俺のこと狙ってきてるっぽいから、あー今回はちょっとあれか、弱点つけてないパターンのやつだね。 OKOK、 でも火力高えな、ハンマー強えわやっぱり。であっちも倒してくれてて、え、違う、味方が死んだ、あ違うね、びっくりした、ちゃんと倒してる。 OKOKOK、でそしたら、あーなんかこいつがちょっと特殊っぽいね、今狙ってるやつ。でこの北側にいるやつらを第一招待で戦いつつ、多分第三招待はアクションバトル仕掛けた方がいいと思うんだよな。これ多分この女の子たちだけの招待が多分一番弱い気がするから、ここで、まず BA カードも使ってって、でもランスだからな、結構立ち回りやすいとは思うけど、足速いわ、めちゃくちゃ。 OKOK、 そしたら一旦ゴールドから狙っていくか。OK、 弱点ついてるね。 OKOK、 そしたら貫禄性できて正解だったの。ここは一旦 OK、 めちゃくちゃ、おお強い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 。アクタックコクションが何かある、エアなんかなよくわかんないのが2つついてるけど、1個使ってみたいなこれ。ああこいつは弱点つけてないのか。まあまあまあ、とりあえず火力稼いできてファイナルブレイク狙っていきたいところだけど、隙あらばファイナルブレイク行きたいけど、ここどう、 OKOK、 でこのまま一発、あー間に合わなかった。勝手に攻撃しちゃったよ。まあでも割と余裕はありそうな感じだね。でここで第一招待もアクションバトルを仕掛けまして、最後あの北側というかなんか謎の土台の上にいるやつ、あいつと戦うことになるだろうから、そこで BA カード取っておこうか。だからここは使わずにいきます。でさすがに自分使いたいんで登りでいこう。こっからはキャリパー、こいつは何属性が効くかな。これカン、あーカン弱点つけてないか、まあまあまあしょうがない。これ誰が弱点ついてるかな、ショーかな、わかんないけど誰かしらは弱点つけてると思うんだよね。ザン、カン、ショー3人ともいるから、オッケーオッケー、いい感じじゃない。あでも違うわ、あれだ、スズネの武器変えたからザン、ザン、カンになってるから、あーそうなると結構きついのかもしれないけども、影虎何してる。お前リーダーだろ、ちゃんと働いてくれ。なんか空を切っておりますが、ここ一旦月入れて、あーマイナルブレイクが全然できねえ。よし、とりあえず周りの奴らは蹴散らしたぞ。あそこ上って登る方法あんのかな、そもそもか。何これ、頃合いか。うわ、引き上がった。じゃあ BA カード使えばよかった。当区画交戦終了を確認。サディアナ草原の所有権はアラビサ同盟軍よりマサラに移ります。あ、え、あ、あいつ逃げてったで。待てよこの野郎、勝負しろこら。血気盛んだね。ジンさん、奴らは一体何者なのでしょうか。今は判断できる情報がない。ないか、ひとまず司令室に戻ってくれ。話はブリーフィングで行う。怖いね、何だったんだろうあいつら。すっきりせえへんな本当に。
全然すっきりしない。誰だったのかも分かんないし、結局ボスっぽいやつ倒せなかったし。ミッションコンプリートと言われてもね、なんとも次に行くぞ。腑に落ちないけどな。なんかいいエルベックス落ちたりしないかな。結構変わったやつらと戦いはしたけども、どうだろう。ベビーブレイズ、あーでもなんか武器とかは結構出てるな。インパクトガード、あー盾も結構いっぱい作った方が良さそうな感じはしてるから、あーまあ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 、なんかちょっと見たことないのとかは何個かあるっぽいけど、ちょっと後で見てみようか。何だったんだろうな。終了時間となりました。本日のモータイム終了します。どこの正体かもわからない。 LBX が急に攻めてくるってちょっと怖いけど、みんなご苦労。まひろちゃん、悩んでんなあいつら。状況の分析や各国への問い合わせ、考えられることは試したが、今のところ、何それ、完全に謎の勢力なんだ。どこの仮想国の LBX なのかもわからないんだなんて。それに、なんだよ、あの真っ黒いやつの戦い方。ぶっ壊してたもんね。素手でコアボックスを貫くなんてまともじゃないよ。赤犬みてえに貫いてたもんな。確かにな。単にロストさせたいんだったら、他にも方法はある。そもそも目的が不明ですわ。拠点の占領も行わず、ただ LPX を破壊するだけなんて。セカンドワールドのルールを全く無視している。まるで山賊のような連中ですわ。山賊ね。確かに乙姫の言う通りだな。以降、正体不明機のコードネームをバンデット。バンデット、あれなんか聞いたことあるな。バンデットと呼称する。バンデットか。彼らの目的が ERP やウォータイムのルールにのっとっているという保証はない。みんな警戒を怠るな。何なんだろうね、あいつら。学校が、そのミッションというか、として、なんていうの?入れ込んでるものでもなさそうだけど。それでマヒロ、彼らについて分かったことはあるのかしら。いや、やっぱ違いそうだね。いえ、今のところは正体不明。セカンドワールド内のデータベースにも登録されていない機体です。彼らの無法な戦い方からコードネームをバンデットと呼称しています。バンデットね。うまいこと言うじゃない。キース、ユーの方はどうなの?残念ながら、こちらも皆目見当がついておりません。あのような卑劣な連中に大切な生徒をロストされるなど、到底許せません。このキース・ジョーダン、必ず奴らの正体を暴いてみせます。期待してるわ。こちらも運営側に調査を依頼します。はっきりしたことがわかるまでは、情報の取り扱いには注意してちょうだい。なんなんだろうね、あいつら。メタちゃん、運営側に繋いでくれるかしら。メタ沢一郎。了解だもん。怖いわ。セカンドワールドの秩序を乱すバンデット。東郷義一総理が作ったシステムに早々穴があるとは思えないけど。嫌な予感しかしないよね。ジョセフィーヌが黒幕みたいなことではなさそうか、この話、口から言うと。何だったんだろうな、今のマジで。なんか謎の勢力が攻めてきてるっぽいけども、大丈夫なのかな?あのバンデットとかいう連中、結局何がしたかったんやろうな。もやもやするわ。その正体も目的も不明ってなると、ちょっとね、不気味な感じしかしないけど。素手で直接コアボックスを攻撃するなんて、一体どういうつもりなんだろう。あんなの正気の沙汰じゃない。破壊以外に何か別の目的があるんだろうか。今のところはね、破壊以外の目的がないように感じられるけど、まあでもそんなわけないと思うんだよな。何かしら目的はあると思うから。その目的が何なのかが気になるけど。あのような山賊まがいの連中がいるなんて、今でも信じられませんわ。仮想国に所属していなければ、ノータイムで戦う意味などないはずですのに。ね、何なんだろうね。目的がマジでわからない。あの仮想国の中で LBX を破壊して何か毒があるのか?どっかの国から依頼されてるとかかな?そんな、グレーというかアウトな手を使うところがあるのかな?わかんないけど。くそ!あの真っ黒なやつは一体何なんだよ。俺様の邪魔をしたり、素手で攻撃したり、全く意味がわからねえぜ。いや、マジで目的不明だね。まあ、銀次郎でもめちゃくちゃ強かったよ。バンデットか。連中の行動には不可解な点が多すぎる。ただ一つだけ確信できることがある。奴らは危険だ。野放しにはできない。そうだね。他の国にも被害が出ちゃいそうだしね。まあ別に、他の国に危害が加わることを考える必要はないんじゃないけども、あんなやり方はちょっとね、まともじゃないから、さすがに、セカンドワールドからは出てもらいたいけどね。
ちょっとあんな奴らがいる状況でやりたくないっていう風に思っちゃう奴らもいるだろうからな。まあ一旦今日は休もうか。何だったんだろうな、あの LBX。おはよう、登る。鈴寝たやつはまた寝坊。あいつ何回寝坊すんの？今日の目標は何かあるのかな。まあ一旦ジンの話聞いてみようか。バンデットの正体。目的に関しては調査中だ。君たちはウォータイムに専念してほしい。そうは言われても大丈夫なのかな。不安でしかないけど、まあでも、やるしかないか。てかさっきラボランク上がったからちょっとラボ見たい。ラボランクアップにより新たなラインナップが追加されました。多分アーマーフレームがなんか増えてると思うんだよね。何か作れるものがあるかな。キャリパー。あいつらの LBX 作れるんだ。へえ。ちょっと気になるけど。まあでもあんま強くなさそうだね。ITC パイロン。これなんだろう。何これ、 SC ステリアス。何これ、なんかいっぱい増えてる。あ、 AX00 全部作れるようになってるぞ。あ、なんこれ、なんかちょっと違う。あ、水色の AX00 と普通の色の AX00 と2つあるんだ。あ、へえ。あ、でも水色の頭しかないから、あー、じゃあ水色の方しか作れないのか。え、どうしよう、作ってみてもいいな。いや、ちょっとお金もないけど、AX00 はさすがにちょっと作りたい。だから作る。チップはどうしようか。剣スピードチップだけちょっとつけてみたいんだよな。剣装備時にスピードアップ。これ1個つけて、開発担当。あ、そっか、開発担当もいっぱいいるのか。あ、なるほどね。開発担当によってスキルがあったりするわけか。へえ。ってなると、AX00 はナイトフレームだから、あ、タケルでやると、半額になるんだ。はぁ、半額？あ、でもチップの分の値段がちょっと上がってるってことか。え、結構高えな。それを合計で5部隊分やらなきゃいけないでしょ。で、5部隊あったら4人 LBX を操作できる人間がいるから、20機体分作らなきゃいけないから、クソしんどくない？まあ一旦作ろうか。おー、いいね。よし、ちょっと全身作るわ、これ。よし、これで全身できたぞ。ちょっと装備させてみようぜ、俺に。今回結構贅沢にチップもいっぱい使ったから、これ結構強くなると思うんだけどな。アーマーフレーム、頭を AX00。で、胴も AX00。足も腕も全部 AX00 よ。ここに来て、原点回帰。かっこいいな、やっぱり X00。この水色もいいね。で、このアーマーフレーム熟練度みたいなのは何が変わってくるんだろうか。アーマーフレームの熟練度に応じてなんかもらえたりするものがあったりはするのかな、もしかしたら。いいじゃん、これ。X00 いいね、気に入った。で、ウェポン開発もちょっとやってみようかな。なんか増えてるかな。いや、特に増えてないか。レイピアも作れるものはないし、ここは、レベルが3にならないと解除できないものだから、まあ別に作れるものは特に何もないか、新しく。あ、そうだ。盾だけ作っとかないといけないわ。作れる盾を全部作っていくんだけど、まあこのバトルシールドとりあえず1個作っちゃって、いやでもマジで金がない。ちょっと待て。こんなになくなってたか。トライアングラーはあと2個作っておくっていう感じ。いや、1個しか作れねえ。もう全然なくなっちゃった、お金が。で、一旦乙姫とか確か盾持ってなかったはずだから、盾を乙姫とかに持たせておこうか。まあトライアングラーにしといて、このもう一つ優秀なこの盾は誰に持たせようか。俺の盾変えとくか、新品に。で、フロントバックラーを、そうだな、影虎のサブ武器とかにつけとこうか。他に盾欲しい人ってそんなにいなかったはずだから、そうだよね。まあ、一旦こんな感じでいいんじゃないかな。オッケーオッケー。さあ、お金は一文なしになってしまったけども、ウォータイムでどんどんお金稼げるだろ。さあ、今日の目標は？みんな聞いてくれ。マサラの領土が広くなってきたことで、我々も戦力の増強が必要になってきた。ほう、そこでだ。今回の攻撃目標は？ゴールドバレー基地。あー、ここね。はい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 。ゴールドバレー基地に設定しようと考えている。なぜ？そこに何があるんですか？有望な人材だ。ほう。セカンドワールド内で敵の仮想国の領土を占領することで、そこの資源、ラボが獲得できるのは知っている。はい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 。もちろん、今までうちらがやってきたことやろ。その通りだ。それは、そこに所属する。何それ、マジか。ルール的には可能だ。少々手順が面倒なのは問題だが。セカンドワールドのルールの裏をつくとは、さすが名将ドルドキンスといったところですね。一筋縄ではいかないが、マーサラのため、皆もよろしく頼む。
そんなことできんの？マサラの人間がじゃあどんどん増えるってこと？おい最高じゃん、行こうぜ早く。ちょっと待って、情報をまず見ようね。ザン小属性が、あーそうですか、俺レイピアなんだけど、まあいいか、しょうがないね、どうしようもない。多分これ、あーいやでもちょっと待てよ、一旦編成しよう。武器が余ってたら変えた方がいいかなって今一瞬思ったけど、作らなきゃ武器って絶対に余らないから、余ってるなんてことはありえないのか。そっか。多分火力120でも残か小の方がいいんだろうけど、うん、今もうお金もないしこのまま行くしかないね。よし、じゃあゴールドバレー基地攻略作戦実行しようか。もしかしたら今回あのスナイパー部隊とかも仲間になるかもしれないってこと？お？フィリップ・ブルーの敵中マサルか。ソイン配置につけ、守り抜くぞ。こいつは初めて見たな。うわでも敵多そう。しかもレイピア持ってたしな、結構強いんじゃねえか。武器結構強そうだな。しかも数も多い。これどうしようか。目標ポイントに到達。さすがに敵の展開が早い。手強そうだな。みんな気を抜くな。行くぞ。どうしようね。今回はフラッグの選挙か。オッケーオッケー。だとしたらそんなに敵へとの戦いは避けていけそうだけど、ひとまずフラッグの位置を確認しておきたいな。右上にあるだけか、一つ。ぽい感じだね。だから落ちてるアイテムだけは拾ってって、右上のフラッグに到着したいところではあるか。そしたら一旦第一小隊を、武者のところ、レアのところに歩かせて、第二小隊無敵銀次郎たちをここのアイテムに向かわせようか。で第三小隊乙姫たちをここに行かせて、最後乙姫たちに合流しながら、みんなでフラッグを占拠しに行くっていう形を取ろうか。で第一小隊がもう到着しそうだから、ここでアクションバトルを仕掛けたいところではあるんだけど、まあ、まずはアイテム回収、何が出るか。ここのアイテムでチャンスゲージが1増加だとしたら、ここでボルトクロスとか打っちゃったら結構戦えるんじゃないの。 OKOKOK、 まあまあまあ火力出してからアクションバトルに入っていこう。まあここで一発アクションじゃない、チャンスゲージ消費しておくの結構大事な気がするから、ここ武者レアだったし一旦 BA カード使っちゃうか。でここは LBX 切り替えで自分に変えていこう。あ、なんかでも俺めっちゃ火力削られてるんだけど、なんでこんな体力削られてんだ。まあ一旦、あ、でもナイトフレームだからしょうがないっていう部分はあるのかな。とりあえずは、おお、感属性めちゃくちゃ弱点つけてるじゃん。強いね。で、あー、足速いわ、確かに。めっちゃ食らってる、ちょっと待って。マジか、ナイトフレームそんな食らう。ちょっと待って、まずいけど。おい、オーバーヒート、早く終わってくれ。やばいやばいやばい、一旦回復。もう回復させて。いやー、そうか、ちょっと AX00 にした分、こういう耐久値の低さが。なってくる部分ではあるか。まあ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 、とりあえず突破。ちょっと待てよ、でも第一招待でこれだとちょっとまずい気がするな。アイテム回収ちょっとしてる暇ねえぞこれ。一旦ここ、待って待って待って、第一招待がまた戦ってる。間違えちゃったんだけど今操作を。そっか、アクションバトルにしても周りの敵を巻き込まないからこういうことが起こりえちゃうわけなのね。ちょっとここは一旦、あーそうだよな、さっきすずに死にかけだったもんな。ちょっと待って、これどうする。一旦自分にアタックファンクションじゃない、間違えた。LP 回復を使っといて、3機いるもんな。ちょっと先に、1体とやりちゃいたいけど、オッケーでやれた。でここは多分かけ虎で行った方がオッケーいいね。いやでもこれまずい状況続いてるな。一旦ここに3機合流させようか、先にね。でこの砲台がどれぐらいの範囲あるかがちょっと心配な部分ではあるんだよな、正直。どれぐらいこっちに攻撃を仕掛けてくる範囲があるか。この砲台怖いぞマジで。こっち向いてるけど大丈夫そうか。なんとかなってるね。そしたらアイテム回収だけを先に終わらせて第3小隊で、このままアタックファンクションというか、アクションバトルに入っていく。いやでもこれ銀次郎たちでアクションバトルした方が良かったかもしれないか。まあ、ここ一旦 BA カード使いつつ、この子たちで勝てるかな、不安にではあるんだよな正直。ここストライダーフレームだよねこの子たち。とりあえずは弱点つけてることを祈るけど、いやつけてねえなこれ、まずいぞ。一旦ここで、なんかカバー来た。ちょっと待ってこれやばいな。どうしよう、ガードだな一旦は。とりあえずガードで、お茶濁して、ちょっと待って、まずいマジで。一旦逃げよう。
一旦逃げて、ここで、パイロンバンカーだっけ、なんだっけこれ、一発加えて倒した、これ倒したっぽいね。オッケーオッケー、1機撃墜できたのは偉い。でこのまま、おお2機撃墜できた。で、味方も体力そんな削られてないし、オッケー、なんとかなりそう。いやー危ねえな、マジでギリギリセーフだ。いや結構しんどいぞこれ。でこいつら倒したらみんなで奥行くんだけど、ちょっと待って、第一小隊がやばいところにいる。一旦奥行こう。でこっちだな狙うのは。でデンジャーなってるから多分勝手にアクションバトルに入るよね。でこいつらで一旦 BA カード最後使っちゃうけど、こいつら別にいらねえな、使わなくていいや。残り2体の方に使おう。ただこれ大丈夫かな、不安ではあるな、マジで。一旦ここでダメ攻撃を着地した瞬間に食らわせて、オーケーオーケー。で、ここからさらに連撃を加えつつ、ここダメ攻撃して、痛い、マジか、ちょっと待て、やばいやばいやばい。一旦ここアタックファンクションでお茶濁しつつ、でも こっちのパーティーちょっとね、あれ持たせてないんだよ、あの回復を。それがしんどい。いやでも今いい感じだったぞそれ。水に変えようか。水が残属性で弱点ついてるから、これ俺が水を操作した方がいいと思う。ただ乙姫が死ぬ可能性があるのがちょっと怖いけど、こっちがヘイト買ってくれてる。オッケー、ナイスナイスナイス。そしたらここマジか、間に合わないか今のタメ攻撃。ここあ、でもさっきあれだな、乙姫で使ったアタックファンクションが水で、クールタイムが発生しちゃってるっていう、そういう状況にもなるのか。それともあれか、水がアタックファンクション使ったのか分かんないけど、まあ一旦こいつ、ちょっと待て、逃げんなお前、どこ行くの。ここで一発、オッケー、よしよしよし。であと一人、ジランとか、オッケー、こいつをやりに行けばオッケーでしょ。でこのままファイナルブレイク、コスモスラッシュ、これは必中だよね、オッケー。でズバッとオッケー。ギリギリだなマジで。ちょっとこんだけピンチだと、さすがに銀次郎たちのパーティーでアクションバトル仕掛けた方が良さそうな気がするな。じゃないと負けかねないマジで。ここ BA カード使うか、こいつらでも別にいらないよな正直な、いらねえから、ここは一旦我慢しよう。ただこいつハンマーだから多分2段ジャンプできる。あ、できてる。そうか、ストライダーフレームとかで関係なく2段ジャンプできるようになったのか。しかしちょっと足は遅い。これどうだろう、何属性が効くかな。とりあえずロビンに、おい待て逃げんな。ただ2対1にさせられてるからチャンスも勝っておく。あ、弱点はつけてないけど、ハンマーやっぱ強いね。ハンマーでとりあえず火力を稼いでいって、オーケーオーケー、ナイスナイスナイス。テンション切れはしちゃったけども、いやーやっぱ一番強いかもな銀次郎パーティー、超強えわ。そしたら最後のメンツも、銀次郎パーティーで仕掛けに行って、セイレーンと、第一招待をここに向かわせ、ちょっと待ってくれ。操作しにくすぎる、ちょっと待って、どうなってるこれ。もうダメだこれ、アタックファンクションじゃない、アクションバトル、こっちで仕掛けるしかねえ。ちょっと操作しづらすぎるって、あんだけごちゃごちゃになってると。もうちょっとアップすればよかったな、確かアップする方法あったはずだけど。ここ BA カード使って、いやでもきついぞこれ、勝てるかな。とりあえず上に乗って、あでもだいぶ削れてるな。そしたらどうしようか、ベルネルを一旦後回しにして、先にこいつらを削っといて、オッケーオッケー。でファイナルブレイクをあいつに仕掛けに行くんだけど、オーバーヒートだけしないようにしなきゃいけないから、いやーしんどいところではあるけど、もうこれ仕掛けないとやっちゃうだろうからな。これ当たってくれる、オッケー、当たってくれた、よし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 、ファイナルブレイクいけた、これでなんとかなったかな。とりあえず、第2小隊を動かして、第1もここに行かせて、第2小隊で、残りのアイテムとかを回収させとこうか、今の時間で。ワンチャン、ちょっと待てよ、第1小隊はもうそこで動かなくていいや。ここで、フラッグの回収をちょっと遅らせることによってアイテム回収をするっていう、ちょっとずる賢い戦法をしつつ、これ何かゲットいける、アクションゲージ溜まるだけかい、チャンスゲージ。まあそしたら一旦こっちに行って、ワンチャンさ、ここでバトル開始して瞬間的にここでアタックファンクションを打つことで倒せないかな。いやーちょっと弱点つけてないか、あんまりにも。いや微妙だな、まあ、でもここで、いや待って、ミスったミスったミスった、あのアタックファンクションじゃなくてアクションバトル仕掛けたかったけど終わっちゃった。無駄にぶっ放しただけだった、クソ、まさらめ、仕方ありません、ここは引きましょう、申し訳ありません、了解しました。オッケー、ゴールドバレー騎士の所有権はアラビスタ同盟軍よりマサラに移ります。いやでも結構しんどいなマジで、俺もう有金はたいて LBX 作ったのにこんなにしんどいか。いや持ってるチップとかも結構全部使って作ったんだけどな、マジか。
こんなにしんどいもんなんだ。いやー、ちょっと先が思いやられるな。不安しかないとりあえず、あ、フェアリーレイピアとかなんかいろいろ作れるもんは増えたっぽいけど、ちょっとあれだな、ラボランクとか上げた方が良さそうな感じがするな。あ、ソロモンド、え、 LBX プレイヤーにスカウトできるキャラクターが追加されました。フィリップ・ブルーの森高悟。誰、森高悟。まあでもとりあえずはウォータイム終了、本日の終了時間となりました。本日のウォータイム終了します。オッケー、まあなんとか基地は攻め落とせたね。いやー、しんどかったけどよくやってくれた。これでゴールドバレー基地に所属していたフィリップ・ブルーノたちがスカウト可能になった。スカウト、そうだ、カムイ島のどこかにいる彼らと接触し、本人が要求する契約金を支払う。契約金、結局金か。以後仲間に加わり正体に編成することが可能となる。なるほどね。マサラの戦力増強を望むのであればスカウトをしてみるといい。それで第5招待とかが増やせるようになるのかな。了解しました。あー、なるほど。それからシステムメニューから LBX プレイヤーリストが使用可能だ。はい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 。ここでは仲間のリストだけでなくスカウト可能なプレイヤーの一覧、あーはー、なるほどね。スカウト一覧に並んだプレイヤーは呼び出すことが可能。あ、なるほどね。ダック層の娯楽室でスカウトすることができる。なるほど。あ、じゃあ呼び出しでいいね。楽な方法があるんだけど。スカウトの説明は以上とする。あとは君たち自身の判断に任せる。え、招待増やせるようになったりするのかな。 LBX プレイヤーリストが使えるようになった。へえ、あ、食堂行けるようになった。マジか。保健室なんかいろいろ増えたけど。なるほどね。そうやってメンバーを増やしていけるんだね。ちょっとメニューから見てみようか。これか、 LBX プレイヤーリスト。こっからブルーノとサトル、この2人が、スカウトできるようになったと。強いじゃん、めちゃくちゃ。ただあれなんだよね、多分契約金を払わなきゃいけないって言ったから、お金が発生してくると思うんだよな、こいつらをあれ仲間入れさせるには。難しいね。でも得意ウェポンとかあるんだ。あ、なるほどね。得意武器じゃないと逆にあれなのかな、全然働けなかったりとかっていうことがあるのかもしれないわけか。で、こいつはメカニックなのか。じゃあサドルは優先的に仲間にしたいところではあるね。まあでもお金かかんのがちょっとな。まあ難しいところではあるけども、メカニックはマジで優先してスカウトしに行った方がいいだろうね。これもサトルを仲間入りさせることができたら、片手銃とワイルドフレーム作るときに毎回毎回節約できるわけでしょ。これは大事な気がするから、まあ仲間入りはさせたいところだね。まあそしたらちょっと今回この辺で終わっておこうかな。ただやっぱりちょっと戦いがしんどくなってきてる部分があるんで、まあちょっとあれだね、一日ストーリーを進めずにウォータイムコストが軽いところを周回しまくって、何かラボランク上げたりだったりとか、まあお金稼いでラボでいろいろいじくったりっていうことをする日を作った方がいいんだろうな、おそらくは。まあちょっと積みかけたらそういうことも、まあ視野に入れながらやっていこうかなと思っております。というわけでね、まあ今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。次回はまた多分ウォータイムでどんどん領地を広げていくっていうことになると思うんだけど、結構もう見渡せる限りの場所は行き尽くしてたから、今度からちょっと海とかの戦いになってくる可能性はあるような気がするんだよなまあね、それも次回以降のお楽しみに。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回のダンボール戦記ウォーズでお会いしましょう。さよなら。